はい、みなさんこんにちは。りなです。たかです。ディブラーグです。私は最近よく聞かれるのが、なんで日本語うまいのって。ああ、よくコメント欄できますね。確かに外国人の中では相当ペラペラな方だよ、日本語。いや本当にあれ、こういうコメントめっちゃ嬉しいよ。ありがとうございます。本当にもう頑張ってますよ、ま、俺のおかげだね。でなんかタカがそういうことをよく言ってるから、もう全部タカのおかげ影だと思われちゃうから、今日はちょっと私はなんで日本語がペラペラになったかを皆さんとシェアしたいと思います。はい、タカに質問です。はい、私はいつから日本語を勉強し始めましたか？若い頃に何かにハマって、はい、そっから日本語に興味を持ち始めたんだ。はい、そうです。何にハマった？あ、セーラームーンだ。そう、ピンポンピンポン。私は13歳ぐらいの時にセーラームーンにハマりました。はいはい。漫画とアニメからその日本がかっこいいなと思い始めた。もうオリジナルの日本語を見て、うん、こう字幕版がついてるやつを見てて、はいはい、日本語かっこいいなと思った。それで日本語を勉強したいと思って。すごいモチベーションだね。ねえ友達と一緒に学校で日本語を勉強した。でもそれは週1回1時間程度で。全然時間足りなくない？それ大丈夫？何も進んでないよね。リンゴとかそうペンとかその辺を覚えれるレベルじゃない。ひらがなを覚えるのも、うん、ほぼ1年かかりました。やば。でもその頃ってさ、別に書く練習してて喋る練習はしてなかったの？その13歳14歳。喋る練習はしてたよ。楽しかった。楽しかったし、そこで他にも日本語とか日本の好きな人の、うん、こう友達ができて、はいはいはい、それで日本は本当に好きになってた。私の友達が、まあ、音楽が好きだったり、うん、ビジュアル系がめっちゃ好きな友達とかも。でも海外の人多いよねそういうビジュアル系とかコスプレとかさそうそういう形から入るっていうところで。そうで私も、まあ、そこから入ったよ。でもその2年ぐらいその学校で学んでたけど、うん、もうほとんど何も喋れないレベルだった。ただ日本が好きなやつだったって感じ。そうそうそう。でそれを初めて気づいたのが、うん、18歳の時に初めて日本に来た。6週間東京で言語学校6週間通ってて。あ、東京だったんだ最初、うん、語学学校に通い始めたの。ホームステイね。ホームステイしました。お父さんお母さん子供4人。めっちゃおるやん。犬3匹亀2匹大家族やん。そう、日本語を喋れない私と、うん、英語を喋れない家族地獄じゃん。コミュニケーション取れんじゃん全く。めちゃめちゃ大変だった。その家族とつながるのも大変。あ、なかなか仲良くなれないよね。ちょっと喋れれば頑張れるけど、うん、でも初めて日本に来てもう全部見て、あ、しかも東京だもんね。そう、大都会。もうめちゃめちゃそう印象的だった。ドイツの田舎と比べたらね、自分と大都会よマジで。その数が10倍、20倍、100倍ぐらいでしょ。そのホームステイの家族の人はまだ連絡取ってないんだっけ？全く。びっくりすんじゃない？レナのことを知ってさ、例えば YouTube で仮にさ、あ、見てさ、あ、18歳の時うちに来た子だっていうのがピンと来た瞬間に日本語の伸び率半端じゃないわけでしょ。あの時何も喋れなかった子が何も喋れなかった。今ペラペラになっててびっくりするんじゃない？今連絡取ったら面白いことになりそうかもよ。うん、そう。もうただいま、いただきます、ありがとう、おやすみなさい、部屋に行きますみたいなそのレベルなんだ。行ってドイツに帰ってきて、うん、大学に入りました。ドイツの大学に入ったってことね。ドイツの大学に入った。でそのドイツの大学の専門は、うん、インターナショナルビジネスと日本だった、はい、だから大学に入ってもう一回ゼロから日本を勉強し始めた。すごいね、モチベーションがずっと続いたんだね。13歳ぐらいからさ、大学でちゃんとした、うん、もう毎日日本語授業があったから、はいはい、もうすごい早く進化して。まあそうだよね。4ヶ月ぐらいで前2年間学んだことすべてリカバーした。すべてリカバーした。本当にもうそこから伸びました。うん、ほぼほぼ毎日ちょっとだけ日本語の授業が2年間続いて、うん、日本に留学してきた。交換留学でね。はい、10ヶ月間
大阪の関西外大という大学で勉強しに行った、はい、私の日本語が良くなったかと思ってる方も多いかと思うけど、でも1年やってるよ。俺カナダに1年留学したけどだいぶ英語伸びたよ。私もだいぶ英語伸びたよ日本に来て何やってんのやばいやなんで日本に来て英語伸びるの。だいぶ英語伸びたよ周りはみんな外国人だったし、そっか、授業も全部英語だったから。なるほどね。もうだいぶ英語伸びたよなるほど、日本語を学びたい外国人が集まってきてるから、でドイツ人もいればスペイン人もいればアメリカ人もいるから共通言語は英語ってことね英語でした。ダメじゃんダメだよやっぱ英語で喋っちゃうもんね。喋りやすいから、仲間でどっか遊びに行った時とかね。いやそうですよ。10ヶ月後に日本語能力試験を受けました。レベル5から1があって、うん、5が一番低い、1が一番高い、うん、私は3を取ってやったーと思って。あ、受かったの。受かった。おー、よかったじゃん。なんか日常会話はできたよ。もう今日天気いいですね、ここに行きましょう、あ楽しい、お腹すいた、おいしい、お腹すいた、おいしい、はい、そういうレベル。日本からドイツに戻ってあと1年間ドイツの大学卒業するまでまた勉強し続けました、うん、卒業して、うん、じゃあ22歳で一旦ドイツの大学は卒業して、そっからのまたストーリーがあるわけね。そう、卒業したタイミングで、いや私の日本語足りないと思って、はい、この日本語のレベルは中途半端すぎてだからもう頑張りますって感じで、うん、3ヶ月間京都でホームステイしながら、うん、もう一回言語学校に行きました。よく来るな日本に。なあ。めちゃくちゃよくこうちょこまかちょこまか来るやん。そう。でその3ヶ月で本当に環境づくり、もうホームステイ先で日本語もちろん毎日喋ってたし、うん、学校でもめちゃ頑張ってたし、うん、で勉強したから12月の日本語能力試験を、うん、ギリギリ受けましたで合格したと。合格した。今度は2級はい。でその日本にいる間に就職活動をしたいと思って、ああ、はいはいはい、ドイツでなんか日本と関係ある仕事を探そうという、うん、ちなみに僕もその会社に日本所属で入ってるからでその後レラはドイツ所属で入って研修で日本に飛ばされてきて、僕は日本所属で入ってるんで、その新人研修で出会うと。すごい男性がいると。すごい男性がいると思ってなかった別に私の日本語レベルを教えて皆さんに。いやまあビジネスでは使えないけど日常会話は喋れるっていうぐらいのレベルだったね本当に。2015年の4月そう、新卒で僕らが入った時はもう普通に会話はできるけど、でもたまにねクエスチョンしてる顔あったよ。いやもうめちゃめちゃえー、そう、なんかあの早く喋る時とか、特に飲み会とか行くとこう喋るの早くなったりさするじゃん。そういう時はもう全然話ついてきてなかった。会社でグループワークがあって、うん、なんかのテーマについて何かをやってくださいみたいな、うん、ディスカッションしてください、はい、それ相当むずいよね。無理だったよ。新人研修半年ぐらいあったけど、で最初のプロジェクトに入ってもう本当にお客さんのところに行って、うん、そこで初めて仕事してくださいって。そうだね、感じだった。うん、初めて仕事しないと大変だよ。大変ですよ、ね、新卒でコンサル入るってだいぶ大変だよ。でも私はそれプラス日本語の壁がある。日本語の壁があるから、もうミーティングに行っても難しいからわからないだけじゃなくて言葉も知らないから、うんうん、地獄だよ、ね、地獄だったよ。もう天使のような先輩がいました。ほんと先輩大事よ。最初に入るプロジェクトの先輩大事、そこで人生大体決まるから。そう、いや本当に優しくて、うん、もう本当にミーティングの後でもう一回ミーティング何を話したかを説明してくださったし、これをやってくださいって言われてもう全部のステップを説明してくれたし、はいはい、周りに恵まれてるね。本当にありがたいです。でそれのおかげでまた日本語を成長した。なり始めてからこう急激に伸びたもんね。はい、でここからはタカのおかげで成長した話にもなるね。そのぐらいから付き合い始めてるからはい、仕事で伸びたのか僕が付き合って伸ばしてあげたのか、ちょっとそこはね多分僕のおかげだと思いますけど、仕事のおかげ
けだと思いますよ。日常会話は多分相当伸びたと思うよ。いやもうめちゃめちゃ伸びた、ね、しかもよくおしゃべりするじゃん。ずっと俺喋ってるじゃん。俺一人でも喋ってるレベルだから、隣にさ聞いてくれる人がいたらさ永遠と喋れるわけよ俺は。でも私は最初にタカの 50% しか分からなかったから。ああまあそうだね。そんなにうざいと思ってなかったけど今は全部は理解できるからもううざいしかない。うざくないよ。うざいよ。でも俺も最初はすごい気使って喋ったよ。あの難しい言葉をなるべく排除して分かりやすい喋り方をしようって。だから俺のおかげで日本語が伸びたっていう結論でいいかなこれ。さあそういうことでいいかな。皆さんは今私のストーリーを聞いてどうですかね。どう思いますか。タカのおかげですか。なんか他にいろいろ私の頑張りのおかげだと思うけど。そうだね、まあ、基礎があった上での付き合い始めての会話だからね。そうだからそう思うと13歳から始めてるから、うん、もう今日本語に触れ合ってから16年7年ぐらいでしょ。だからもうさ正直言うとさ日本語が上手い外国人をちょっと抜けてるじゃんそのレベルを。本当に。うん、頭が悪い日本人っていうレベルじゃん。どちらかというとあのいいんだよ。日本語ができる外国人よりも頭が悪い日本人の方が日本語できるからそのレベルまで行ってるよもう。はい。だからもうちょっとしたら普通の日本人になるために頑張んないと。頑張り続けます。そうだね、もう永遠の長い道のりだよ言語は。いやもう本当に特に日本語はそうだと思う、うん、この動画は楽しかったでしょうか。私のストーリーでした。そうだね、楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。